ました。まさか喫すると思わなかったんでね、あれは実は触れてます。嘘です。嘘です。はい、ということでですね、私は、くまさんという名前で活動しておりまして、まあ、基本的にはバラードを歌うのを専門としています。ですから、まあ、ゆっくり今日は小休止だと思って、まあ、例えば、今まだドリンクのチケットが余ってる方はドリンクを取りに行ってゆっくり見ていただいたりとか、まあ、そんな風に聞いていただけたらいいかなと思っております。そしてですね、ちょっと今日2曲しか歌わないんですよ。で、3曲いいと思ったんですけど、で、2曲歌う理由が間1曲分、まあ、皆さんでよかったら簡単なマジックを今日覚えて帰ってもらおうかなっていう感じで思ってるんで、そのために、まあ、先ほど MC の方に言っていただきましたが、コインを出しておいていただけたらなと思っております。まあ、そんな感じで準備をしといていただけたらとても嬉しいです。はい、それではですね、まず1曲目、冬の歌、お聴きください。それではよろしくお願いします。
はい、まさかこの夏にはにふさわしくない曲でした。そう、夏か、夏にはにふさわしくない曲でした。そしてですね、くしくも、空が入ってるんで、さっきの展望会が被ってると、まあそんな感じでなっております。それではですね、まあ僕がマイクスタンドを用意したということは、ちょっとここのトークの場所でですね、まあマジックのちょっとなんか簡単なのを教えしたいなと思いますので、皆さんよかったら1枚10円玉でいいんで、簡単なのを見させていただけたら助かります。はい、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、皆さん出していただいて、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったら出してください。で、ありがとうございます。で、これを、今日簡単なのは、まず、まあ右手に持ってもらって、右手に持ってもらって、そうですね、で、こうかぶせます、かぶせます。で、こうやって振ります。振ったら、10円玉が上に来ると。そして500円玉になると。500円玉にはならないと。500円玉になった場合、効果偽造で捕まると。はい、もう一回いきますよ。右手に持って、かぶせて、ほい、振ると、上に上がってくると。手開いてください、手開いてください。1枚しかない。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。これをお教えしたいと思うので、もしよかったら、じゃあ10円玉出していただいてる方、まあ右手に持っていただいて、でどういう権利かというとですね、これ握ります。握るのは握るんですね。で、どっから上に上げてるかっていうと、簡単なんですけど、ここの穴から上げてるんです。これでも意外と簡単なようで難しいですね。ここかぶせて、こうやってやるんです。早い、いい、いい、すげえ、すげえ。どうですか、どうですか。あ、ありがとう、できてる方いる、できてる方いる。ありがとうございます、ありがとうございます。あのですね、どうやるのが簡単かっていうと、最初こう握った時にあまり強く握らないこと。そう、握れない。で、こうやって上げた後はしっかり握ること。ほら、すごい、わかんない、わかんない。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、皆さん。そう、あんまり、あ、ありがとうございます。あの、声落としてる方気をつけてくださいね。あの、10円のものもなくさないようにしていただければ。大丈夫ですか、皆さん、多くの方できてる、あ、できた方ちなみにいますか。あ、ありがとうございます。お、すごい、手は多分手先器用なので、ちょっとよかったら、はい、せーの、よいしょ。いや、でも、出たということはできてるということなんで、いや、なかなか難しい。あの、他にできた方いらっしゃいませんか。なかなかいない、いないな。なんかこれ、簡単なんで、もしよかったら、こうやってやると、ほら、こう、ほら、はい。とかっていうのがあるんで、まあこれが、ね、一番簡単。あ、まだ閉まるってないですけど、もう一個よかったら教えるんで。これが、じゃあこれだとちょっと難しいんで、もう一個簡単なのいきます。実はめっちゃ簡単なのいきます。持ちます、持ちます。で、握ります。握るじゃないですか。で、吹きかけると、これ消えると。おー、おー、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、拍手、イエーイ、拍手、ありがとう。で、前見えないんで、前行きましょうよ、皆さん。なんでその後ろにいるんですか。もっと前に来たら見えると思いますよ。もう一回いきますよ、もう一回いきますよ。これを、普通に握りますってやると、こう消えるわけですよ。ほら、これで、こっちから出てくると、ほら、おー、出てきた。大丈夫ですか。ありがとうございます。これ、じゃあ、これもお教えします。これ、実は結構簡単で、まあ、単純に言うと握ってないんです。いきますよ。これ、もうこっちに持ってないんで、閉じたか。さあ、どうするか。これ簡単です。いきますよ、ゆっくりいきます。こうして、かぶせたら、こうします。え、こうしますじゃねえ。どういうことかというと、ここ落とすんです。こうやって、握ったコインを落として握ります。あ、その時に、落とす時にこの手で隠すことで握ったように見せる。すごい。大丈夫ですか。左手、利き手が右手の方は左手に持ってください。利き手が左手の方は多分右に持った方がいいと思います。逆に持っていただいて、そうです。で、ここにかぶせて、そうです。あ、できたんじゃないですか、それで。あ、そうそう、そうです、そうです、そうです。あ、手先器用ですね。ありがとうございます。あ、うまい、上手。拍手、皆さん、拍手。ゆっくり、ゆっくり行きましょう。行きますよ。こう持って、こう後ろから見じゃない、後ろから、後ろから見ても多分ね、こう持って、こうかぶせて、こうやって、え、親指をね、この中に入れる。親指をこの手の円の中に入れます。大丈夫、大丈夫、多分ね、この指定者、新名ちゃんがね、だいぶ焦ってんだけど、こうして、親指を上、そう、親指を上にして、手を入れます。親指を、で、そしたらこうかぶせる。右手を握ってください。あー、そう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 、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。今、今どっち、今できてる、皆さんできてますね、こうやって、はい、これ。おー、でこれやると、例えば見せ方、今みたいに普通にこうやってると、ただ単にこれで面白くないんで、例えば、こうして、で、やるとこう消えるじゃないですか。で、消えて、で、こっちが消えて、こう消えて、とか。で、やると、まあ、目線の移動なんで、実はこのポッケに入ってると。これがよく、あの、黒子のバスケとかで言うミスディレクションってやつですね。マジシャンは片方に視線を移すことで、そのもう片方で何かをやっている。というのがあるので、まあね、皆さんだったらこんな感じのがあるんで、まあ僕は超今日物販で、ちょっとマジックをちょいちょいやってたりするんで、もしよかったら見に来ていただけたらすごい幸いでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。時間が多分もうちょっとあるんで、あ、もうないんで、じゃあ最後一個だけ。トランプ。じゃあどうしようかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、そう、そう、そうってもいいよ。どうせね、最後の曲もね、ゆっくりとした曲だから。
あ、ちなみに僕の好きな曲が牧原敏行さんなんで、最後はマッキーの曲でいくんで、よかったら皆さん歌ってください。ちょっと待ってね。じゃあラスト、あ、1枚もらおう。はい、そしたら、今ちょっと予言のカードを胸ポケットに入れたので、ちょっとトランプのマジックいきます。クマの一族にしか見えないこの4枚のトランプ、見える方いますか？はい、ありがとうございます。クマの一族、イエーイ、ありがとう、イエーイ。ということで1名様しか見えない、これエースが4枚ありますよね。はい、はい、おー、さすが、わかってる。これを色で分けます、赤と黒。じゃあちなみにごめんなさい、そこの女の方、女性の方、そちらの方、いや、今後ろ見てください、赤です。赤と黒どっちが好きですか？赤で。赤、じゃあ分かりました、黒捨てちゃいましょう。一族のトランプ捨てちゃいました今。赤しか残ってないです。赤はハートとダイヤがありますよね。じゃあそうだな、誰がいいかな。じゃあありがとうございます、非常に前に座って。ハートは愛です、ダイヤはお金です、どっちが大切ですか？愛。おお、じゃあ純正なんで、あなたにちょっと愛、じゃあプレゼントします。はい、じゃあ大切にしといてください、胸ポケットしまっといて。はい、ありがとうございます。じゃあ僕はあのお金もらったんで、じゃああなたにお金をお返しします。はい、これで選ばれた。あ、ちなみにもう他のカードはトランプはどこにも入ってないんで、そちらのカードをプレゼントしたいと思います。これで2枚、あの、2方に選んでもらった1枚だけがここで取り出される。あ、ちなみに胸ポケットも入ってます。入ってないよ、入ってないよ。はい、というイリュージョンを見せて最後の曲いきたいと思います。それでは最後の曲いっていただきましょう。マキャリーのリュージョンで北風。さあ、みんな最後の冬の曲だよ、ゆっくり聴いててね。はい、
じゃあ恥ずかしい、行きましょう。それではいきますよ、最後。See you next time. Bye bye.